はい、カメラ小僧のミスターミラレスです。いつもねご視聴ありがとうございます。今日はね この間のゆりかもめの、この間のか、まあ、同じ日なんですけどね、実は。同じ日のゆりかもめ撮った日に、まあ、猫ちゃんがね、おりましたんで、まあ、私が時々追いかけてる猫がおるんですけども、その猫ちゃんおりましたんで、その猫ちゃんの写真を 300mmF4IS Pro で撮ってますんで、まあ、見てください。でね、やっぱりね、マイクロフォーサーズはボケない言うけども、それは確かにね、フルサイズさんのね、比べたらボケんかもしれんけども、まあ、これぐらいはさ、ボケますんでね、これね、多分ね、この間から何回かね、ツイッターに出したりしとんですけど、いろんなものをね、その時にいろいろ自分でこう、見比べよったら思うたんだけどね、ツイッターに出すとボケがやっぱり画面が小さいんでね、ボケが、だから27インチの、27インチのデルのパソコンのモニターで見たらね、4K のモニターで見たら、ボケ撮っても、iPhone で、ツイッターで、iPhone で見るじゃないですか。iPhone で見たら画面が小さいですよね。その画面になるとね、ボケがね、ボケてないんだよね、だから、まあ要するに、4K のディスプレイで、ベルのパソコンの 4K のディスプレイで、まあボケ撮る画像がまあ 100% とします。で、iPhone の方で Twitter で見るじゃないですか。だったら画面が小さいんで、ボケがね、半減しとるいうか、もうだから、ボケがボケてないような感じになってるね。だから画面が小さくなると、まあボケが、ちーと、ボケてないようになってますよね。まあ、それちょっと一つ言うとこう思うんですけどね。でね、だからこれ 4K のディスプレイで見たら、ボケ取るのはわかると思うんですけども、よくね。で、まあ、この猫ちゃんのね、前ボケと、後ろボケを、マイクロフォーサーズ OM1 で撮った分を、まあ、見てください。今から写真出しますんでね。で、解説しますんで。で、あと、マイクロフォーサーズ OM1 で、オートフォーカスで 4K、4K じゃない、300mm この F4IS Pro でね、やっぱり、その、オートフォーカスで、こう、草の中にね、入っとる猫をね、ちょっと狙って、瞳を狙って、撮影したんですけども、草の方にどうしてもピント持っていかれるんですよね。草の中に紛れた目の、猫ちゃんの目の玉なんで、だから草の方に、オートフォーカスを持っていかれるんです。難しいよね、結構。なんでか言ったらね、300mmF4IS Pro が、まあ重たいじゃないですか。で、距離がね、私から猫ちゃんまで10メーターまでは離れてないかもしれんけど、10メーター近く離れてるんです。8メーター、10メーターぐらい離れてるんですよね。で、離れてるのを手持ちで、三脚とかは使ってませんので、手持ちで撮ってますんでね、やっぱりね、草の間に目の玉があるので、目の玉のとこにオートフォーカスで合わそうと、AF ポイント持っていくじゃないですか。でも、どうしても手がブレるんですよね。で、草の方に、前にある草の方にピントが行くんよね。どうしてもブレるから。三脚使って猫ちゃんの目の方にオートフォーカス当てると多分猫ちゃんの目の方にちゃんと行くと思うんですけども、まあ、それでも意外と草の方に持っていかれるかもしれないね。じゃけど、まあね、当然マニュアルです。オートフォーカスやめてマニュアルフォーカスいう手があるじゃないですか。で、マニュアルフォーカスで、その猫ちゃんの目の方にピント持ってってるんで、そうなるとこういう絵が撮れるいうことでね、マイクロフォーサーズでも
ちゃんと草の方をボケさして、目の方にピント合わすようなことは、まあ当たり前にできますんでね。まあ、フルサイズさんの方がいいかもしれんの。それはわからん。私もわからんけども、マイクロフォーサーズもこれぐらいはできると。で、さっきも言いましたけども、ツイッターとか小さい画面で見たら、草とかはボケてなくて全体的にピントが合ってるようになるかもしれん。だけど、パソコンでちゃんと見る、もしくは、ちょっとある程度モニターを大きいので見ると、その、どう言ったらいいかね、その目の方にピントがあって、草の方はピントが合ってないと。まあ、それちょっと、見てください。説明しますんで。どうぞ。では、ちょっと、今から説明しますね。ちょっとね、今回ね、猫をね、取り行く目的で現場に行ってなくてね、どっちかというとカモメを取りに行くつもりでもなかったんです。ただまあカモメをちょっとまあ途中で取るような状況になって、で、取り寄ってまあ猫ちゃんがいつものところにおるんで、まあついでに猫ちゃん取ったいう感じの部分がありますんで、ちょっとね、本気モード入ってないんで私も、ちょっと申し訳ないです。本気モード入っとって、今度猫のね、画像ガチガチのね、すごいピント合わせた感じで猫ちゃん撮ろうと思いますんでね。ちょっと今回はまあ、練習なんで、まあそれでちょっと見てください。まあ練習でもまあこれぐらいは撮れると。今回ね、猫ちゃんが、草のね、この枯れ草いうか、まあ、草の奥に猫ちゃんが隠れとったんですよ。で、猫ちゃんと目があったんで、撮ろうとしたんだけど、被写体認識、OM1 の被写体認識で猫に合わせて、猫ちゃんで狙って、何回かこうトライしたんだけど、どうしてもこれ見てもらったらね、わかると思うんだけど、この草の茎、枯れ草の茎とか、このまあ緑のまだ生きとる木とか葉っぱとかね、枯れ葉の葉っぱとか、まあ、こっちの方にピントが行ってですね、この猫ちゃんを見てもらったらわかる思うんですけども、これ、ボケとるでしょ。ここ 100%。茎、草の茎とか葉っぱとかの方にピントが行って、猫ちゃんボケとるんですよね、100% ね。まあ、だいたい 50% くらいでいいかな。まあ、50% これ見たらね。まあ、こんな感じで。ボケとるんだけど、でね、被写体認識で猫でやっても、うまいこと猫を検知せんわけですよ。この草むらに隠れてこういう状況じゃったら。じゃあ、こういう時どうするかってもうマニュアルしかないじゃないですか。で、マニュアルで撮ると、こんな感じでね。これちょっとまあ、猫が2匹おるんですけども、こっちの猫、右側の白い猫ちゃんは、これ、ピンボケですよね。まあなんでピンボケかいうのはマニュアルで、こっちの猫ちゃんに合わせてるんで、さっきのね。こっちの猫ちゃんにピントを合わせてるんで、マニュアルでね。こっちの右側の白い猫ちゃんには、ピントが合ってないと。で、この、こっちの猫ちゃんの方にマニュアルで合わせてると。これまあ、ここにも書いてますけど、JPEG 取って出しなんで、先ほどの分も、今のも JPEG 取って出しです。現像は一切してません。で、JPEG 取って出しでこれ見てもらったら、まあ、ちょっとピンボケはあるかもしれんけど、結構ね、10メーターぐらい離れてるんですよ、これ猫と私は。300mmF4 S Pro 使ってますんで、私と猫ちゃんは10メーターぐらい離れてます。で、これ見てもらったら、この茎、葉っぱの茎、葉っぱの茶色い枯れた茎とか、この緑の茎とか、葉っぱとかね、茶色の緑とか、ピントが合ってないでしょ。で、どっちかというと目の猫ちゃんの方にピントを合わせてますんで、マニュアルでね。50ぐらいで見たら一番綺麗だよね。50% 見たらこの、猫ちゃんの顔と目にピントをマニュアルで合わせて、この草の茎、枯れた茎と緑の茎はピントが合ってないと。ということを
まあこっちはボケですね、要は。ボケ。さあボケ。前ボケ。前ボケで、猫ちゃんにマニュアルで合わせて、後ろのこの草、猫より後ろのこの草もボケとると。まあこう、で、この辺の草もボケとると。まあ猫ちゃんにはピントが合っとると。いうことをマニュアル操作だったら、まあできると。まあそれはどんなカメラでもできると思うんですけども、要はね、何が言いたいかいうのは、OM はマイクロフォーサーズじゃないですか。で、まあ、YouTube 見るたんびにね、マイクロフォーサーズはボケんけダメだいうのを、プロの方にしても、はい、アマチュアの方にしてもよく言うの見かけるんだけど、それは確かにね、フルサイズ3よりはボケんかもしれんけども、これぐらいはボケると、最低でもね、これぐらいはボケる。だから、ボケんことはない。その、ボケ度合いはね、フルサイズよりはまあボケんかもしれんけど。まあそういうことで、こっちの猫、白いこの猫なんかボケてるでしょ？これ、この猫ちゃんより、白い猫ちょびっと10センチぐらい前におると思うんですよね。ボケると。映し方によるんですよ、この。その、フルサイズよりボケんいうプロの人にしても、ハイアマチュアの人も当然知っとるとは思うんよ。知っとるとは思うんだけど、その被写体の位置と私の位置、もしくはそのボケさせたいところの位置の把握がちゃんと分かっとったら、ボケさすことはできる。それは、フルサイズよりはボケの頻度が悪いかもしれん。だけど F 値を変えるとか、F 値を変えれん飲んじゃったら、さっきも言うようにこの、被写体と自分の距離をちょっと、狭めたり、遠めたりね。まあ、その、やることで、で、OM1 のファインダーは500何万画素ありますんで、500何万ドットか、ちょっと、まあ、ありますんでね。まあ、フルサイズの、ハイアマチュア、ハイクラスの、まあ、その、500万ドット、意外とないですからね。300何万ドットで。だから、OM1 の、ファインダーで覗きながら調整すれば、結局、ある程度のことはできると。マイクロフォーサーズでもある程度のことはできるのはちょっとね、これ分かる人は分かると思う。分からん人は多分、分からんのだろうな、ということですよね、要は。まあ、要はそういうことです。で、例えば、ここもね、これツイッターに出しとる、今のツイッター出しとるんですよ。で、まあ、これもね、ツイッターに出しとるんだけど、ただツイッター画面小さいんでね、ちょっとボケの頻度が弱いかもしれん。で、これもね、ツイッターに出しとるんだけど、この猫ちゃんもこれ JPEG 撮って出しなんだけどね、これも私と猫ちゃんは10メーター以上ぐらい離れとんだけど、これ、まあ、JPEG 撮って出しね、これこう見てもらったら、この辺の葉っぱ、ここの葉っぱはピントが合ってる。ここの猫ちゃんもまあピントがある程度合ってる。ちょっとボケてるかもしれないけど、まあ合っとると。で、ここの壁、石とかこの辺のね、コンクリート、この葉っぱとかすごいよね。顔とかね、ここの葉っぱ、こういうのはピントが合っとるんですよ。で、ここの辺の手前の草と岩とコンクリート、あとここの枯れた葉っぱ、地面のここはピントが合ってますけどね。この辺はピントが合ってないでしょ。前ボケですよ。で、これは後ろボケ。この電信柱にしても、この枯れ草にしても、ここの緑の葉っぱにしてもね、このコンクリートにしても、後ろボケですよ。後ろボケ、前ボケ、この猫ちゃんのところにピントが合うと。ということをね、マイクロフォーサーズでもできるんです。ただ、フルサイズはもっとできるかもしれん。これ F 値がね、4.0 なんですよね。で、まあ、F2.8 の、300mm、150mm の、まあ、フルサイズ換算だと 300mm。それを F2.8 で撮って、この猫ちゃん合わすと、同じような現象でボケると思います。これ以上にボケるかもしれん。ちょっとそこはやってみて私もわからんのんだけど、その時は私と猫ちゃんの距離を変えることによる、よってまた変わってくるし、そういう、どう言ったらいいかな。もしく、これ F 値をね、さっき言った 4.0 から、まあ今、その場合 2.8 のレンズなんだけど、
これはまあ 4.0 のレンズで撮ってますけども、その F2.8 のレンズでね、撮るとか、F1.8 の単焦点で撮るとか、75mm の F1.8 だと 150mm の F1.8 なんで、プレナってあるじゃないですか、ニコンさんの。ニコンさんのプレナが 135mm? あれの F1.8 ですよね。だったら、マイクロフォーサーズの 75mm の F1.8 のがあるんですけども、あれ、まあ、フルサイズ換算やったら 150mm の F1.8 だから、多分プレナよりボケるかもしれないよ、まだ。場合によっては、撮り方によっては、私と猫ちゃんの位置で、撮り方によっては、プレナより75mm、要はフルサイズ換算やったら 150mm の F1.8 なんで、そっちの方がボケる可能性もありません。ちょっとまだやってないけど分からんけどね。だから、マイクロフォーサーズがボケんボケん言うのは、まあ、その人の、ちょっとこれ機嫌悪せんとってほしいんだけど、腕によるいうのも、多少はあるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、それは、もう性能的にもあるとは思うんだけどね。性能的にもあるとは思うんだけど、マイクロフォーサーズはボケないって言い切る人は、多分その人の腕にもよると思うんです。で、実際フルサイズ持っとる方で、マイクロフォーサーズでちゃんとボケさす、上手い人、何人か見てますんでね。だから、フルサイズでも、使っとる人でもマイクロフォーサーズでボケるいう人はちゃんといらっしゃるんで、その人は、まあすごい分かってますよね。まあ分かっても、まあ私上から目線で言うのもおかしいんだけど、すごい、その人の話はね、よく分かっとるなぁ、思ってちょっと聞いたことあるんだけど。だから、とにかくフルサイズじゃないとボケんよって言い張る方は、ほんまに分かっとんかなぁ、いうのがちょっとまあ疑問に、思うし、ちょっと信用できんですよね。いうことですね。まあ私からしたらですよ。これ私の意見なんで、人によってそれぞれだと思いますんで、絶対じゃないけどね。で、こっちの猫ちゃん今度。これなんかもね、さっきよりボケとるでしょ。これね、どう説明したらいいかね。結局ね、口で言うよりファインダー覗いた方がいいんです。ファインダーを除いて OM1 のファインダー500万ドット500万あるんやけど、さっきも言うようにフルサイズの300何万ドットのような土地号という OM1 500万あるんです、ドットが。ドットかね、まあ、その EVF 除いて。そこで、目をちょっと鳴らすんです、EVF に。鳴らしてやっとったら、この違いがある程度分かってくるんで。で、これのボケなんか見てもらったらさっきよりボケとるでしょ。ここの、こっち側の壁と草と、で、猫ちゃんだけピントがあって、まあちょっと岩もちょっとあってますけどね、コンクリートと。で、ここの葉っぱに、ちょっと葉っぱも葉ボケてますよね、これ。ちょっと葉っぱもこうだから。こいつはボケてないけどね、ここは。ここはボケてないけど。もうこの辺はボケて、もうこのコンクリート、だからこの面積が、これだけになってますよね、ここの。猫ちゃんの足のとこのコンクリートが。あとは全部ボケてる。後ろもね。で、さっきのこれだったら、これワイドに映しとるんで、この辺のボケてないのがよく目立ちますよね、この辺のこの葉っぱの。ただここ前ボケでこっちボケてますんでね。これちょっと、ここら辺前ボケでボケてるでしょ。で、まあこんな感じでね、ボケはマイクロフォーサーでもボケると。で、これちょっと私もね、本気で撮ってないんで、さっきも言ったけど、急いでパパッと撮っとるんで、猫を撮るんじゃーいうことでね、もう本腰で岩郷さんじゃないけども、もう猫を撮るんですって私も行くんじゃったらちょっと本気モードに入るんだけど、これちょっとね、ついでに撮ったもんで申し訳ないんだけど、まあいい場面があったんでちょっとこうついでに撮ったいうような感じなんでね。で、例えばこの辺の、なんかまあこの辺じゃないか。この猫ちゃんもそうでしょ？これは前ボケがね、ここは地面がギリギリだったんで、地面の方はあんまりボケてないんだけど、で、猫ちゃんもボケてなくて、
猫ちゃんより後ろと、あとこっちに葉っぱが、緑の葉っぱが前にありましたね。こっちはボケてますけどね。この辺何なんだろう。この辺も猫ちゃんはボケてないけど、まあ、あとはだーっとボケてますよね。前ボケと後ろボケはさっきのしかわからん。まあ、かな。まあ、この辺なんだ。これも後ろボケと、これもね、わしもね、本気で、本腰入れてないけんね、ちょっと猫が今一歩こうね、パッとせんけども、猫ちゃんが。まあ、全部 JPEG 撮って出しでね、これ、白飛び仕掛け撮って、まあ、本気にモードに入ってないんで、私も。これは、うん、これもね。ここもそうそう面白いのがあって、ここのね、これなんか見てもらったらいいと思うんだけど、これね、暗いけど、これ曇りだったね。晴れと曇りがね、空がね、雲がね、ものすごい動いとって太陽隠すんですよね。で、晴れた日と曇ったのがこう、数分ごとに繰り返すという感じでね、雲が移動して。で、これ曇った日の時の風がピュッと吹いた時に撮った分なんだけど、この猫ちゃんにピンと合わせて、枯れた葉っぱが、これ、風に舞ったんです。風に舞った時にこれと、ここの浮いとる葉っぱと、風に舞ったのが取れて、まあ猫ちゃんがあって、ここはね、この幅だけがピントがあって、ここから前ボケですよね。前ボケ、だーっと、ここから前ボケ。ここは、ま、猫ちゃんと同じ位置。で、後ろもここら辺から、後ろ、全部タイヤとかね、この辺は全部、後ろボケよね。で、まあ、そんな感じで、合ってます。だから、ボケんことはない、マイクロフォーサーでも。ただまあ、ここの、ボケ幅よね、被写界振動を、その、フルサイズじゃったらもう、この、鼻先だけとか、目だけにピント合わせて、もう鼻とか、耳とかにはね、ピントが合わんようにして、目だけピント合わすとかいうのはフルサイズだったらできるんかもしれんけどね、マイクロフォーサイズだったら、まあ、この幅ぐらいになってくるね。これ、まあ、F4 なんでね、これ。F2.8 だったら、もうちょっと、ボケるじゃろうし。まあ、F1.8 とか F1.2 のあれが、レンズがありますんでね。それやったら目だけに持っていく。で、あとボケさすということも。自分と猫さんの距離で調整できる思うんでね。だからね、マイクロフォーサーズでも、ボケんいうのは、まあ、もしそういうことを言う、プロの人とか、はい、アマチュアの方がおりゃ、確かにボケんのんじゃけど、全然ボケんことはないいうのをちょっと私は、まあ、訴えたいな、いうのがあって、まあ今回動画をね、こうやって作っとるんだけど。要するにね、初心者の方が、YouTube 見たときにね、フルサイズがボケてマイクロフォーサーズボケんけダメじゃないと言われたときには、やっぱり私は、いや、それはあなたの使い方次第じゃないんですか、と。こういうのでもね、猫ちゃんがおって、猫ちゃんがおって、これ 100%、100% ね。で、猫ちゃんがおって、この辺の葉っぱとかもピントが合ってると思うんやけど、この壁とね、ここの。でもこっちの手前とか、この手前とか、こっちはね、ピントが合ってないでしょ？だから前ボケと後ろボケはあると。これは何だろう。これはまあね、後ろボケだけになるね。前ボケが、まあ、ここが前ボケになってね。ここが前ボケで、ここはまあ、ピントが合ってますね。この葉っぱと、顔はね。ここの葉っぱは、前ボケですよね。で、ここの葉っぱは後ろボケだけね。これとか、これはね。そんな感じですかね。ちょっと、
猫ちゃん特集もね、やってみたいな、見たいんだけど、やっぱりやる以上は本腰入れて撮りたいんだけど、今回ちょっとね、本腰入ってなかったです、これ。ちょっと、すいません、ほんと。この辺もいきなりパーンと猫がね、猫ちゃんが右から出てきてね、結構近くで。これもね、ピントが今一歩ね、大手はないんだけどね、なんとなく見たら。この辺が 100%?100% で、今一歩ピントは大手ないけども、これいきなり出てきた時にポンと撮ったんでね。まあそんな感じです。今日はご視聴ありがとうございました。また、近々、やろうと思いますね、こちらもね。まあ、あと、アイドルの分、ちょっといろいろ整理して、また出しますんで、今日はご視聴ありがとうございました。失礼いたします。